ットペッカーの福井健二と申します。2007年に家業から私が独立をしまして、暮らしの道具を作るウッドペッカーというブランドを立ち上げて生活の道具を作ってきました。2019年にもう一度その神仏具に関する仕事がしたいと思いまして、手工業デザイナーの王子さんと宮市の東宮本店小保田さんと一緒にウッドペッカーの神仏具ということで神棚、お仏壇、厨子を作ることになりました。ギリドに続いて扉が重要な意味を持つと、はい、でギリドの場合はそのギギギってなる音がまあ意味がある、うん、でこちらを両手で締める、両手で開けるっていうことにこう拝む気持ちがあるし、うんうん、で職人の間では拝み戸っていうふうに呼ばれてたので、うんうん、それすごくいいなと思った、まあ、とにかく扉が大事だと、うんうんうん、でまず扉をちゃんと作ろうと、でそこから入りました。普通だったら多分お寿司仏壇って金物をたくさん使って、まあ帳盤を作ったりとか、うん、まあ、この缶抜きの部分も多分ほとんど金物でできるんですけど、できるだけ金物を使いたくない。で、基礎ヒノキがまず前面に出るように、扉が前面に出るようにっていうので、缶抜きもどんだけシンプルにできるか、お宮の扉だったりとか、お寺の扉にあるような普通の門の扉がこういうふうにつけられないかなと思って、そのこの木の缶抜きでどうにも作りたいと、これはでも最初から思っていて、じゃあこれを成立させる金物ってどうしたらいいのっていうのをすごく悩みました。でそれが結局川崎のその精密加工ができるメーカーさんにたどり着き、で、そこで作っていただけることになりました。具足を乗せるトレーをも一緒にデザインしてるんですけど、しまうときにこの具足が全部収まるように設計してあって、うん、でこのここがこの扉の戸当たりになるようになってるんですよ。でこれが扉がこっちにこれ以上来ない。触っていただければ分かるんですけど、もうこの手がんなで仕上げたこの美しさといいますか、もう大切にしますね、こういったものっていうのは。特にやっぱり白木のものって、その仏壇の中でもその例えば黒く塗るものの、に比べたらすごく難しい、例えばこうここの隙間一つとってもこれ黒い線になるんですよね。ここの隙間とっても黒い線になるので、それが1ミリ違うだけでもう傾いて見えるといいますか、もうこの白木でこの精度をこう綺麗に見せるっていうのはすごいシンプルなんだけど、作り手としては非常に気を使う部分ではありますかね。うん、漆塗ったのも多分長持ちちゃんとするようにって意味はもちろんあったと思うんですけど、うん、でもこの白木のこの綺麗さ、美しさ、うんみたいなことはやっぱり僕はそっちの方がグッときてるので、うん、仏壇なんかも特にね、最近はなんか家具調仏壇みたいなのも出てくる中で、何かこの本質が違うと、ただただ部屋の中に合ってる合わせてるだけっていうんではなくて、その作ってる人間であったりとか、その材料もそうですし、そのやっぱ思いというかね、その僕らもやっぱりこう仕事をする中でいいものを作りたいとか、あとはやっぱりそこにお祭りするものが何かという、その根本的なことを考えながらやっぱ作るっていうのは、いつも思いますね。やっぱ神様のこと、例えば仏さんのことだからこそ、少しでも手を抜かずといいますか、自分の中でその時のベストを尽くすという。両手で開けて両手で締めて、まあ、こうお作法ですよね。それもすごく小さい頃から当たり前にやってたんですけど、大事な作法だなというのを、まあ、感じました。なので
今回のその拝み堂というのも扉がやっぱ非常に自分の中には意味があるなと思って、その拝み堂を重ねて合わせて締めるっていうのを、まあ、今回再現したいですっていうお話はお二人にして、それを形にしていただいたという感じですね。多分お仏壇寿司多分触らないものなんですけど、なんか触ってみてください。なんかこんなにつるっとしてるんだって思います、で無垢の素材の質感ってやっぱり分かるんですよね。例えばフローリングとかって薄いフローリングだと見た目は一緒に見えるけど、踏んでみるとやっぱりなんか心もとないというか、で多分この寿司も一緒なんですけど、触ってみると、あ、こんなに本物の材ってこんなにすごいんだっていうのが多分伝わってきて、その畏怖の気持ちが生まれたりとか、大事にしなきゃって思いが多分ご先祖様を大事にしなきゃって思いと多分つながると思うんですよね。デザインのこだわり、作る技術者さんの、こだわりっていうのがもう十分に入った、拝み堂ができたので、まあ、できるだけ多くの人にあんまりこう宗派も問わず、まあ、本当に大事にこう拝むっていうことをしてもらえたらいいなと思うので、お二人の思いだったり、まあ、そういったものもできるだけ多くの人に伝える、まあ、役割っていうのは今後僕がやっていきたいなと思いますね。